演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカルビーの千葉県代表片揚げポテト丸大豆醤油味を食べたいと思います。わざわざこういう名刺を出してるお醤油ってことは普通のお醤油とはやっぱり違うのかな。それではまずは対面片揚げポテトならちょっと分厚いですね。ではいただきます。確かに違う部分がある気がするな。ちょっと香りがいいというか、なんというか濃厚な味わいがいい。一口目を噛んだ瞬間から口の中に濃厚な醤油の香りがふわっと広がりましたね。お醤油自体が通常のお醤油ポテトチップスと比べると結構濃くて、本当にお醤油が好きな人にはたまらない美味しさだと思います。ただそれ以外に特徴という特徴はないのです、失礼な言い方ですが。なので特徴のポテチとして考えるとちょっと特徴に欠けるかなという部分がありましたので、なんかグダって申し訳ないんですけど、でこちらの点数とさせていただきます。もう一つ、夏祭りロケット花火はたまや、確かに綺麗ですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。